ンポン。シリコンバレーゆずきバカの練習やめろ。本日はあだ名について考えてまいります。あだ名？ほら私の場合先生というあだ名があるじゃないですか。先生はあだ名じゃないなら、あかりちゃんとついなちゃんにはあだ名がないので、やっぱり親しみを込めた呼び方が必要なのではないかと。はあ、今更別にいらない気がしないでもないんやが。なあついなちゃん、めっちゃ欲しそう。たく、しゃあないな。やったぜ。じゃあまずは私のあだ名をうちらにまずつけろや。やだ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 、まずは先生につけて。斬新な講義方法やめろ。せやな。じゃあゆずきゆかりやから、ゆずゆかとかはどうや。すごい、4文字褒められてるんかそれ。でもちょっと可愛すぎてかっこよさが足んないかな。せやるか。カタカナ出せばいい感じになるかな。はあ、ゆずゆかのシュレットとかどうです。末尾に温水洗浄便座ついてるけど大丈夫。はいはい、ついなちゃん、あだ名にしてはちょっと長いと思います。いい意見だ。そうですね。じゃあウォシュレットでどうですか。もうそれはウォシュレットだよ。あ、やっべ、二人のあだ名作る時間なくなっちゃう。お前では、ついなちゃん、ついなだからドリドリとかどうです。ついな関係ないやん。ちなみにここからつけました。まあ特徴からつけるのは王道っちゃ王道やな。わあ、ありがとうございます。むほほ、どういたしまして。じゃあうちは七魔神てめえ。で、これからはあだ名で呼び合うんか。なんか呼び名が今までより長くなっちゃいましたね。めんどいから今まで通りでいっか。いっかじゃねえよ、今の時間なんやったんや。ドリドリ